あのサポーターはオリオンから支給されたものでしょうね。でもその強力なサポーターをイタリアも制御しきれてはいません。スピードとパワーがある分、接触した際のダメージは相当なものになる。僕たちは彼らを挑発するプレーをし、彼ら同士を衝突させるんだ。俺は反対だ。敵がどんなに卑怯な手を使っても、俺たちが卑怯になっていい理由にはならない。分かったよ。さっきの作戦は忘れてくれ。アスト君が言う通り、僕たちは真っ向から戦おう。あのサポーターが暴走すれば、選手たちの体は破壊される。すぐに使用をやめさせるべきです。十分使えるじゃないの、これ。あなたのおかげでよくわかったわ。使用をやめさせる理由なんてないってね。前半中盤2-0、試合はイタリアに支配されています。真っ向から戦うのはいい。だけどブーストがかかっているイタリアに振り回されれば、その分こちらは削られていく。彼らは疲れなど微塵も見せていないね。勝ち目あるんですかこれ。おやニコロ選手、突然の怪我でしょうか。途中退場です。どうしたんでしょうね。ニコロ大丈夫か。いきなりなんで。まったく騒ぐんじゃないわよ。んなこと言ったって明らかに変だろうが。そうだよ、おかしいんじゃないこれ。心配だが大将は医療チームに任せよう。今はイリーナ様のご命令のもと、勝つことだけを考えるんだ。当然。はーい。ついに恐れていたことが。あいつどうしたんだ。わからない、いきなり倒れたんだ。始まってしまったか。これだけでは終わらないぞ。ここでイタリア、ニコロに代わり架け橋を投入します。もしかしてさっき倒れたのって。来たな。待てよ。俺
ル様が行け。止められない。待ってよ、ものすごいスピードだ。暴走チャリオット、応急処置をしてもらうんだ。やっぱりこのサポーターおかしいぞ。え、たく、ひ弱な男だね。ここで試合中断。マッテオ選手のもとに医療チームが駆けつけます。またですか。やっぱり。え、何です。イタリアの選手たちがダメージを受けている原因です。間違いなくあのサポーターだね。暴走の危険があることは聞いていた。だが体への負担がこれほどまでとは。サポーターのせいでごしゅ。ああ、あのサポーターは人の筋肉の力を増幅するようだ。強制的に動かされる手足への負担はただでさえ相当なもんだ。それがどうやら今暴走しているみたいだね。より危険な状態になってる。このままじゃ選手たちの関節は破壊される。そうなんごしゅ。そんなの自爆じゃねえか。イタリアもこんなことになるとは思ってなかったんだろうな。これもあの魔女が仕組んだ毒リンゴの方程式かもしれません。それって毒リンゴで人を殺すためには自分自身も人かじりせねばならないのですよ。何か不満でも。いえ。そうよね、あの子たちがそろそろ力尽きることなんて計算済みだもの。それは新庄が言っていた欠陥のことをもともと知っていたということですか。当たり前じゃない。最初から性能の限界を超えた設定にしたんだから当然使う選手はかなりのダメージを受けるわ。でも選手なんて入れ替えればいいの。この試合の目的はどんな手を使ってでも日本を止めることなんだから。あの子大丈夫かな。このままでは自滅することになるぞ。アスト、みんなそのサポーターを外すんだ。なんだって？アスト君。ほっとけよ。これ以上つけてると危険だ。みんなだってもう気づいてるんだろ。男のおせっかいは嫌われるわよ。早く、すぐ外さなきゃ。サッカーできなくなるかもしれないんだぞ。何を言っている。人のことを心配している場合か。余計なことを言っている暇があるなら。待つんだカルロス。ペトロニオ、稲森アスト。お前の言う通りだ。みんなこれを外そう。ペトロニオ、イリーナ様の命に背く気か。いや、これはイリーナ様のご命令だ。すぐに外すんだ。やったー。やっぱり他の男とは違うわね。よし、行くぞ。どういうつもりだ。
イリーナ様のご命令か。そんな嘘をつくとは愚かな行為だ。本当に愚かなのは過ちから目を背けることだ。ありがとう稲森アスト、これで正々堂々戦える。君のおかげだ。待ってよ選手、このまま参加できるようです。試合再開です。よし、正々堂々勝ってやる。こちらこそ待てない。おや、イタリアの選手たちが揃ってサポーターを外しましたね。それとともに晴れやかな表情になっているのは気のせいでしょうか。様がいつものことだ。イナズマイレブン。みんな行くぞ。ああ、俺らの力だけで勝てるってことを見せてやんなきゃな。変わったね。ニヤつきやがってよ。はい、先。じゃあな。アスト。ロイカ。今の方がいいよね。思いっきり戦える。うん、負けない。あんなものがなくても勝てることを証明するんだ。ああ、やるぞ。失点は好ましいことではない。だがお前たちがこんなに熱意のこもったサッカーを見せてくれるとは。監督、お前は超快快攻。監督交代よ。さ、ここからはウラジミール、あなたが監督よ。分かってるわね。はい。私は稲森雅人、お前の父親だ。親子の時間はもう終わりだ。試合中に監督交代だと。イリーナ様が審判たちにも手を回したんだよ。ウラジミール、偽名を名乗るのもやめたというわけか。新たな指示を出す。いいか、俺が来た以上もう勝手な真似は許さんぞ。なんだと。どういうこと。外すって命令じゃなかったのかよ。あれは私の独断だ。
うして、なんでまたつけてるんだよ。仕方がないんだ。やっぱり命令には逆らえない。どうして。このままじゃ自分たちの体が壊れるんだぞ。今サッカー楽しかっただろ。伝わってきたよ。俺たちもお前たちもみんな自分のサッカーを思いっきりやっただろ。なのになんでだよ。もっとやろうよ。命令されてやるサッカーなんかじゃなくて、私だってそうできたらいいと思うさ。だったらどうして。俺たちはガーディアンズ・オブ・クイーン、騎士として当然のことだ。さあ後半戦開始。イタリア対日本、得点は3対1。まだ先は分かりません。何をする。サポーターを遠隔操作しているのか。出力最大だと。そんなことしたらみんなが。もう止められやしない。行くぞ。決めるしかない。今俺の力で。ガブリエラ選手退場です。相当重い怪我でしょうか。心配です。なんだよこれ。なんなんだよこれは。落ち着けアスト君。落ち着いてなんかいられない。このままじゃみんな二度とサッカーができなくなる。でもどうすればいいんだ。一気に試合を終わらせるしかない。グリッドオメガだ。グリッドオメガだと。グリッドオメガを使えばすでにダメージを受けている選手たちにとって致命的なことになりかねない。アストさんどうしちゃったんですか。これでイタリアを助けるんだ。え？グリッドオメガをただ直撃させるんじゃない。新しい形で使ってみんなを気絶させるんだ。そうして戦えなくなったように見せかければ試合は中止され選手たちは助かる。そういうことですか。方法はあれだな。真空波を食らわせて気絶させてやればいい。ガブリエラに代わりラケリとスプトを投入です。グリッドオメガ、フェイスラン。
ス、フェーズ3、なんで奴らが。イタリアが俺たちのタクティクスを使えるなんて。どういうことでゴッシュ。さて準備はいいですか、ゴーエンジ君。はい。待たせたな。本当に愚かなのは、過ちから目を背けることだ。以上。